ただいまね、2月26日ですね。はい、おはようございます。本日はね、2月26日なんですけれども、ものすごい晴れました。これ見てください。かなりすごいいい天気です。はい。もうなんかしかもあったかいですね。春の陽気が、気温見てみましょう。気温はですね、はい、気温はですね、3度ぐらいになりましたね。はい、3度でもですね、直射日光を浴びてますんでかなりあったかいです。で、今日はね、ちょっと大根をね、この雪の下に埋めてあるんですけれども、こちらをあの必要が出ましたんで掘り返す作業をしたいと思います。ちょっとね、まあ、一つの雪国の保存の知恵ということでね、これを取りたいと思います。では行ってみましょう。大根を埋めるときは、まあ、掘り返しやすい、近くにね、掘り返しやすい場所に埋めます。そしてこれ掘り返すときのコツなんですが、外側は非常に硬いんですけれども、外の表面を越えて中の方に掘り進んでいくと雪がだいぶ柔らかくなって掘りやすくなります。で、このスコップ、ギザギザのね、アーラクスコを使うと結構楽に掘れます。はい、このような形でね、大根が雪の中に入れることで染みて腐りにくくなるということがありますので、こういう肥料袋に入れてね、保存をしてました。結構ね、いっぱいありますんで、これちょっと一回透接機で開けてしまったんで、こうやって透接機で開けてしまったところは、この外気に触れて、外気に触れたところはね、こうちょっと傷んでるんですね。はい、それが完全に雪の中に埋もれていると、まあちゃんと傷まずにね、取っておけたという形になります。はい、まあ、ということでね、まあ、雪国で野菜をね、保管するときに、こういう雪の中に埋めるという方法がありますので、ご紹介しました。どうも、この動画がね、役に立ったという方は、高評価やチャンネル登録なんかをお願いしたいと思います。で、実はね、まあ、おまけがあるんですが、本当は、昔ながらのやり方としては、こういう肥料袋じゃなくて、大根つぐらっていうのを、藁で作ってね、それを、ここに、まあ、こういうその雪に、ところに置いて、まあ、要は藁がこう保温の役割をするわけですね。で、まあ、もちろん雪がいっぱい降るんで、まあ、埋もれちゃうわけですけれども、そうやってこう藁を使った大根つぐらというのを、ね、使って、保管する方法もあります。まあ、大根つぐらはね、検索したらいろいろ出てきますんで、そちらご覧いただければと思います。ということでね、掘り返した後は埋めます。これまだここに、まだ奥にいっぱいね、雪に埋もらせてる袋がありますんで、こちらをですね、全部埋めます。そうしないとまた外気に触れて、凍ったりしたら、そこが染みてね、傷んできますんで、完全に雪で、埋めてしまいます。まあ、今回はですね、大根の保存方法なんですけど、まあ、白菜とかね、他の、まあ、野菜もあるんですが、まあ、それぞれにね、ちょっと保存方法が違いますんで、大根はこういう0度付近のね、温度がいいんですが、さつまいもなんかは実はあったかいところの方が良くてですね、薪ストーブの横に置いたりすると長持ちします。はい、ということでね、とりあえずね、これで、また塞ぎ終わりました。はい、どうもね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。